こんにちは、ゆるふばです。今日はソラナガールを、はい、ソラナガールでお届けをさせていただきます。そう、なんかこの T シャツ、そう、昨日の動画でもお伝えさせていただいたんですけど、なんかテイラー・スウィフトさんがなんかソラナっていう T シャツをこう着ているのがね、報道されて結構みたいななったんですけど、なんかそんな感じで、はい、今日ね、テイラー・スウィフトさん風ソラナ T シャツでお届けしていきたいと思います。昨日消費者物価指数の発表がありました。なんと予測よりも低い結果となったので、その物価の上昇というのが、まあ、比較的穏やかになってきたよねみたいな流れになってきました。もうちょっとね、この深掘りをした内容を今日のこの動画でお伝えをさせていただきたいと思います。ビットコインもね、そう、発表の後は無風だったんでしょう。無風だったんですけど、今、絶好調となってきています。なんか私が個人的に感じる、こう最近の重要な経済指標発表の後のちょっとビットコインの動きについてもね、なんかこれは勝手な私の肌感なんですけど、肌感ね、肌感なんですけど、ちょっとお伝えさせていただきたいなと思います。はい、ゆるとも、これ皆さん注意してください。ビットゲットさん公式からですね、フィッシングの詐欺に注意してくださいという、アナウンスがありました。で、一部のユーザーの方からビットゲットを装った不審なフィッシングメッセージを SMS で受け取ったという報告があったみたいなんですね。なので、皆さん本当にこの画像にあるようなものがね、ご自身の多分これは携帯番号の方のメッセージに届いているんじゃないかなと思うんですけど、そう。なので本当に皆さん、むやみにリンクをクリックしない。で、特にですね、Google のトップ3とかに上がってくる、まあ、仮想通貨取引所もちろんなんですけど、まあ、プロジェクトだったりとか、あとはなんだろう、メタマスクとかね。本当ですよ。本当に詐欺のリンクとかも貼られていること、本当に多々あるので、ぜひ皆さんご注意ください。プラス、今このビットゲットに関してはね、特に、こういった、SMS 受け取られている方は、もう本当にクリックをしないでください。そう。で、もし本当のものなのか、偽物のものなのかってね、わからない場合は、一人ぼっちのための仮想通貨民の、一人ぼっちのための仮想通貨民のための、一人ぼっちのための仮想通貨民のための、これなってる?の、はい、オーシャンコミュニティがあります。ゆるとものね、ワンピースメンバーが、集まっているコミュニティとなっておりますので、ぜひ、本当になんかこう、わからないことに関しては、ぜひこちらのコミュニティを存分に活用していただきたいなと思います。私だけでなく、本当にいろんなね、本当になんかチョッパーがいたりとか、ウソップがいたりとか、ナミちゃんがいたりみたいな感じで、なんかこう、結構ね、ユーモア溢れるメンバーが集まっているゆるともの会となっております。ぜひ、このコミュニティは、本当に仮想通貨初心者の方にとって、本当に何て言うんですかね、失敗をする前に聞ける環境だったりとか、そういったのを、提供したいなと思って、自然とね、ゆるともが集まって出来上がったコミュニティとなっておりますので、ぜひ皆さん、一人ぼっちのね、仮想通貨民の方、ジョインをして、みんなからのね、サポートだったりとか、あと、何て言うんだろうな、なんかこう、語れないことだったりとかね、失敗談とかっていうのも、シェアいただきたいなと思いますし、存分に活用いただきたいなと思います。で、仮想通貨取引所だったりとか、各、まあ、レッチャーだったりね、そういうなんか製品に関しての、本当の公式のリンクがわからないなっていう方に関しては、ぜひ、ゆるふわの YouTube の概要欄にすべて公式のリンクを添付させていただいておりますので、こう、ちょっと本気でわからないっていう方は、ゆるふわの YouTube の概要欄のリンクをね、クリックいただけると、まあ、一番安心いただけるかなと思います。それではなんですけれども、早速、ビットコインどうなってるのということをね、見ていきたいと思います。なんか、ソラナガールがビットコインまず語るのみたいな感じだと思うんですけど、ご了承ください。ソラナも好きです。ありがとうございます。はい、それではね、早速今日は、オーシャンの方で見ていきたいと思います。で、今回なんですけれども、ちょっとね、オーシャンのサイトで見ていきたいと思います。そう、私のね、大好きな、クリプトバブルをね、追加してもらったんですよ。なので、めっちゃ見やすくなってるということで、冷やし、ゆるふわ大好きな水位が急上昇中、プラス 15.7% ということで、
ね、全体的に相場はいいんですけど、なんか今水だけが一択で上がってきている状況となっています。それでは週間。週間もなんかこう全体的にね、良くなってきているな、相場ね、状況良くなってきてるなと思うんですけど、9月の18日、来週ですね、FOMC の発表を控えています。なので、ここまでは比較的、こう不安定な、相場になってくるんじゃないかなと、私は個人的に思っております。ゆるともみんないかがでしょうか？あ、そうだ、忘れた。皆さん質問ね、皆さん質問じゃない。皆さんいつもコメントありがとうございます。本当に今ね、チャンネルの成長にすごく伸び悩んでいて、ゆるともとね、この一緒に作り上げていっているチャンネルで、本当になんか皆さんからの、アドバイスだったりとか、ご意見というのをね、すごく、嬉しく、受け取っております。全力で受け取ってます。で、その中で、質問コーナーめっちゃやってほしいみたいな、お言葉をいただきました。あ、これめちゃくちゃいいじゃんと思って、採用させていただきます。ということでですね、なんかこう、質問コーナー、設けます。はい、ぜひ質問ある方、こちらのね、YouTube のコメント欄の方にご質問たくさんください。なんだろうな、些細な、ことでも大丈夫です。今ね、質問コーナーは、なんかこう、超ゆるく、なんかこう、今こう、キッチンなんですけど、キッチンで何かね、やりながら質問コーナーの質問に答えていくみたいな、なんか動画でも結構ありなんじゃないかなと思ってて、そう。なので、ちょっと質問コーナーはどういう風にね、そのいただいた質問に関して答えていくのかっていうのは、ちょっと今まだ試行錯誤中なんですけど、全然ゆるふわのプライベートに関しても、質問いただいても大丈夫です。御社の下のサイトでね、日本円の価格で、今の 1BTC いくらなんだろう、1 イーサいくらなんだろうというのもね、ここで、一瞬でね、通貨変えることで、見られるようになっておりますので、ぜひこういったところもご活用いただきたいなと思います。Be positive。みんなポジティブなくしてませんか？ね？こちらが、見ていただくとわかる通りね、1月、2月、3月、3月、4月、5月、6月、7月、7月、8月みたいな感じで。で、9月みたいな感じで、ね、あれみたいな。なんですけど、10月、一気に急上昇です。で、11月、もっとすごい。そして、12月、みたいな感じのね、こう、流れを、月で見るとね、作り出しています。なので、今、皆さん、9月っていう感じのね、下降ジェットコースターに乗っている感じだとは思ってね、もう今めちゃくちゃ辛いよってね、このボラティリティちょっと耐えられないよっていう方もすごいたくさんいらっしゃると思うんですけど、10月だよ。10月、そして11月でもね、ね、ちょっと、嬉しいことにね、なってきてくれるんじゃないかな、みたいな、歴代の、月次リターンをね、しているので、ぜひ皆さん、今の辛抱です。逆にこれをめっちゃポジティブに捉えると、今めっちゃ絶好の買い場ということも、言えますよね。そう。はい、そしてこちら、これもね、めちゃくちゃポジティブで、そう。これはね、何を意味しているのかというと、ビットコインの、222日の、その、整備期間というか、調整期間みたいな、っていう、こう、のもボックスで表してくれているんですけど、これが、この1個、こっちの下の方ね。下の方が、去年の2023年の、3月から10月までの、その222日というボックスになります。それを今上に当てはめて、今年に当てはめてるんですけれども、そう、見てください。この本気で残りがね、もうこれぐらいになってきてるわけですよ。で、これが、2023年の分ね、この222日というのを超えた時に、そう、上昇来てるよねっていうことを言って、ているグラフチャートになっているので、ぜひ皆さん、あとほんとね、我慢、もうちょっと4年間待ってたゆるとも、あともうちょっと、私もだけどね。なのでぜひ皆さん、歴代のね、歴史こういう風になっているんだというのの一参考にね、なるかなと思うので、ぜひ参考までにご活用ください。はい。それではね、消費者物価指数の発表、CPI の発表が昨日取り行われたんですけれども、この CPI というのは、物価の
上がり具合というのを示す数値になっていて、8月のデータによると去年と比べて 2.5% の上昇となりました。で、これは2021年の2月以来の低い伸びになっているということなんですね。で、市場の予測では 2.5% ぐらいの上昇になるだろうというね、噂がされていたんですけれども、その中には 2.5% と予測する人も中にはいたということです。で、しかし実際の数字は 2.5% で予想よりも少し低い結果となりました。で、ちなみに7月が 2.9% の上昇だったので、物価の上昇ペースが少し緩やかになってきたことがお分かりいただけるかなと思います。で、この、今回の発表データから利下げが大幅に行われる可能性というのが、低くなってきています。そもそも論、消費者物価指数って何ぞやですよね。これ、すごくないですか？茨城県の、何？茨城県のホームページの中に載ってたんですよ。ちょっと活用させていただいちゃいたいと思います。消費者物価指数って何ですか？はい、改めて勉強していきましょう。私たちは日常生活の中で様々な商品を購入していますが、個々の商品には価格があり、それぞれ高くなったり安くなったりしていますと。確かにね、確かにね。そう。で、これらの商品の価格、消費者物価の平均的な動きを測定したものが消費者物価指数ということと言われています。そう。この消費者物価指数というのに、含まれているのが、もう皆さんが日々買う食品だったりとか、あとは衣服だったりとか、あとは電化製品だったりとか、あと家賃、通信料、まあ、携帯の通信料ですね。あ、逆だ。通信料ね。はい。あと、授業料。あと、紙ね。そう、私もね。はい、紙きれいにしました。紙なのに。あと、消費税などが、この消費者物価指数というものの対象になっているものとなっています。で、今、その金利の引き上げとかね、引き下げとかっていう話もさせていただいたんですけど、果たしてそのね、金利が引き上がるってどういうことなの？引き下がるって、金利が下がるってどういうことなの？っていうことをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。金利を上げたりとか、金利を下げたりとか、まあ、据え置きしたりとか、なんかこう、いろんな話があると思うんですけど、果たしてそれは何ぞやと思う。ということを、このね、図がすごい見やすいなと思ったので、活用させていただきたいなと思います。まず、決定権は中央銀行にありますね。各国の中央銀行にあります。で、この中央銀行が、景気がいい時は、金利を上げていきます。なぜかというと、景気を落ち着かせるためにですね。そう。で、銀行は、貸し出しの金利というのを上げていきます。で、個人や企業に関しては、その金利が上げられてしまうことによって、お金を借りることが結構安易では借りられなくなるっていうのかな？っていうことになります。それが、金利を上げる。そう。景気がいいときは、金利を上げていく。で、一方で、景気が悪いときは、金利を下げていくんですね。そうすることによって、景気を、こう、経済とかをね、こう、活発化させていかなきゃいけない。で、銀行は、貸し出しの金利を下げることで、企業だったり個人がお金を借りやすくする。で、みんながお金を借りて、で、そのお金を、こう、なんていうの？日常の生活だったりとか、なんていう、この経済というか国で使っていくことによって経済が活性化されて、そう、景気が悪いのをこう持ち直していこうよ、こう整えていこうよ、良くしていこうよということが言われています。なので、この金利が上がったりとか金利が下がったりとかね、こういろんなね、この説明があると思うんですけど、内情というの？内情というのは、このような仕組みがあります。で、今回のその消費者物価指数の発表を受けて、あれちょっと物価？そう、緩やかに穏やかになってきたんじゃないみたいな。あ、良くなってきたんじゃないみたいな。っていう、なんていうの、お知らせだったんですね。昨日のお知らせだったんですけど、それが果たして今ビットコインにどういう風に影響してきているのかということが、こちら。現在、ビットコイン、57,948、まあ、58,000ドルぐらいまで上がってきました。が、しかしですね、これ発表があった直後、私本当にチャートを見てたんですけど、ほぼ無風です。逆に、
1時間後ぐらいに5万5000ドルぐらいまで下がってきました。あ、やっぱ下がるのかな、うん、なんでだろうなとか思ってたんですけど、そっから一気に5万8000ドルぐらいまでね、ここね、あの階段を上がってきている状況となっています。なのでその最近ね、あのいろいろ FOMC だったりとか CPI とか、まあいろんな重要な経済指標発表とビットコインの動きというのを最近すごい注目をして、あの研究してるんですけど、ゆるふわ的にね研究をしてるんですけど、なんとなく私の肌感だと発表後は結構無風なことが多いです。で、発表後4時間ぐらいの時間の経過を得て、なんかこうボラティリティをすごい生み出してくるっていうのが、なんか最近の傾向かなというのを個人的には感じています。もしなんかね、あ、同じだよとか、え、ちょっと違うんじゃないとか、こういう風に捉えてるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄の方で皆さんのご意見シェアしてください。はい、ということでね、今日は久しぶりにソラナガールということなので、ソラナの価格も一緒に見ていきましょう。はい、ということで、最近ね、ソラナずっと129とか130ドルぐらい推移してたと思うんですけど、ちょっとだけね、ちょっとだけ、おやおやおやという感じになってきました。ソラナちゃん、ありがとう。どうですか皆さん、ソラナホルダーだよだったりとか、ソラナラブだよという方ね、はい、ぜひそうだ、いいねボタンとチャンネル登録、はい、これ絶対です、お願いします。ソラナホルダーじゃなくてもね、はい、今ご視聴いただいている方はもう何かね、感じるものがあってこのチャンネルを見ていただいてると思うので、ぜひ皆さんいいね、チャンネル登録、はい、お願いします。今です。で、ここ見ていただきたいんですけど、これはね、今年1月から今の9月までのそのビットコイン ETF の流出流入を表しているグラフになるんですけど、今ここ、今こっち、めっちゃ端ね、一番 めっちゃ端流出が大きくなってきてます。この流出が多いっていうことは、投資家の方がキャッシュにしてるっていうことですね。現金化してるっていうことを意味しています。はい。引き続き、ビットコイン ETF は流出なので、投資家の方が、キャッシュ、現金化しているという状況となっています。アメリカの株式市場は、ハリスさんの軍配に、イエーイってね、上げたという、マーケットの情報が入ってきています。なぜかというと、そのハリスさんのその関心が高いとされる環境関連の銘柄の株価がですね、軒並み上昇していたというデータ。で、一方でトランプ氏が関心が高いよねって思われていた仮想通貨系だったりとか、あれ金融関連とかね、刑務所運営とか、なんかこういったところが、ちょっとかなりでもないけどね、まあ下がってきたということで、まあその株価の状況で見ると、ハリスさんの関心が高い分野の方が、そのテレビ討論会の後に伸びてきてるから、ハリスさん、ちょっと優勢なんじゃないみたいなところも言われています。あれトランプさん関連、暗号資産というのでね。あれあれあれっていう感じなんですけど、まあでも本当に引き続きかなりアメリカの大統領選は目が離せないかなと思いますし、アメリカの大統領選までの残り54日かな、本当に2ヶ月を切っているので、結構ハラハラドキ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 なんですけれどもね、楽しいね、ジェットコースター波に一緒に乗りましょう。はい、ということで今日はソラナガールでお届けをさせていただきました。いかがだったでしょうか。そしてね、キッチン、今日はちょっとね気分を変えてマイキッチンで撮影をさせていただきました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、キッチン動画っていうか、なんかその食、なんていうの、ご飯作る系の動画とかも面白いかなとか思ったんですけど、まあなんせね、今やけどをしていて、なんかそんな気分にはなれないんですよね。なので、なんかこう、どういう風にね、皆さんからいただいたご質問に関して、質問コーナーのやつね、回答していこうかなっていうのをね、今ちょっとかなり試行錯誤している最中です。ゆるとも、いつも本当に応援ありがとうございます。本当にね、皆さんの応援があってこそ、毎日のこの配信を続けてこられています。本当に心から感謝です。こうしてね、こう最後まで見てくださっている方がいるというのは、本当にその私の元気の源になっていますし、こうコメント欄とかで皆さんと
交流できるのも本当に私の幸せとなっています。なので今こうしてね、ゆるふわのチャンネル、そしてゆるふわをね愛してくださる皆様には本当に全力で私がねゲットしてきたこう有益な情報だったりとか、私の全力のね愛をこれからも届けていきたいなと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。